自由民主党の派閥平成研究会。平成研究会は自由民主党の派閥。旧称は形成会。略称は平成権。通称、モテギ派。自由党、吉田茂派を期限に持ち、集団会、木曜クラブの流れを組む。吉田茂が率いた自由党の流れを組むため、高知会系派閥。 志し公開、有林会とともに保守本流とされる派閥の一つである。竹下登る1985年2月7日、自民党を離党しながらも、派閥領収として影響力を持ち続ける、田中閣営に反旗を翻した、竹下登る金丸信羅を中心に、木曜クラブ内に勉強会として、創生会が結成される。田中の激しい巻き返しに遭うが、 同月27日に脳梗塞を発症した田中は政治活動ができなくなり、竹下の優勢が固まった。1986年4月25日、創生会は解散され、反対派や中間派の取り込みが図られた。1987年2月28日の第75班国会便乱時点における木曜クラブ所属議員は139人。 同年5月21日、政治資金パーティー、竹下昇自民党幹事長激励の夕べが、東京プリンスホテルで開かれ、市場空前の1万3000人が参集した。売り上げはおよそ20億円と言われ、田中派からの参加者は128人と9割以上に、達した。欠席した、二階堂グループの議員はわずか13人で、圧倒的な力の差を見せつけた。 同年7月1日、田中派の常任幹事会が開かれるが、総裁候補一本化をめぐる二階堂、竹下両グループの話し合いは決裂。ついに田中派の分裂が確定した。同月4日、新派閥の形成会が結成された。参加議員は、計113人。派閥名は、民政や経済を意味し、中国の古典にある、形成催眠から取られた。 会長には竹下が就任し、竹下派と呼ばれた。ここに至り、当時141人の議員を有していた田中派は、竹下派、木曜クラブ、中立系の3つのグループに分かれることとなった。同年9月1日、国会便乱第76版が発行される。この時点における3派の所属議員は、以下の通り、 同年10月20日、中曽根康弘の裁定により、竹下、安倍晋太郎、宮沢貴一のうちの3人から、竹下が、次期自民党総裁に内定した。同年11月6日の竹下内閣発足時には、竹下派は121人に増えた。竹下の総理就任後、金丸信が、形成会会長に就任した。竹下が、リクルート事件で辞任後も、 最大派閥として、人事、資金の両面から、自民党を、引いては、日本政界を実質支配し、形成会支配と呼ばれた。また、この頃には竹下花菜奉行などの有力政治家を、要していた。リーダーによる鉄の締め付けが残る、形成会は、一致結束、箱弁当と形容された。派閥名が変わった今日でもこの派閥を形成会と、 故障する人が多いのは、この時期の同派の影響力を物語っている。竹下派の有力幹部は、長田町の TBR ビルに事務所を構えていたが、高級官僚や米国公館が、総理大臣官邸よりも TBR ビルを優先して訪問していた様は、首相による権威の低下と、形成会支配の象徴とされた。元は竹下が会長だったが、 留守を預かっていたはずの金丸が、竹下大臣をも会長に留任し、日本における影の権力者として君臨。これを受けて、最高権力者の竹下との関係が悪化した。特に、金丸子外の小沢一郎が、自民党幹事長辞任後に、形勢会会長代行に就任し、金丸の庇護のもとに辣腕を振るったことは竹下に、近い議員の反発を買った。 この頃には、海部内閣の衆議院解散に際して小沢が反対して、海部内閣が総辞職に追い込まれた、海部卸ろしなどの動きがあり、海部内閣から宮沢内閣に至る時期は、金丸、竹下、小沢のいわゆる、根畜省が政府及び自民党の実権を掌握していた。1992年10月14日、金丸は、 東京佐川急便事件の責任を取り、議員辞職願いを提出し、会長も辞任した。10月16日、形成会の総会が開かれる。出席者は、所属議員109人中93人。竹下派を支えてきた7部業がここでま、二つに割れた。小沢支持グループは、奥田慶和、渡辺光三に小沢を加えて3人。これに対し、 半小沢グループは、橋本龍太郎、小渕恵三、梶山清六の三人。花井状況の行方を決定づける立場に立っていたのが、これまで、独自の道を歩んでいた、羽田勤であった。羽田は、総会が終わるとまっすぐに、赤坂プリンスホテルに向かった。ホテルの一室に入ると、小沢を筆頭に、奥田、佐藤森吉、石井はじめ、佐藤恵ぐらがいた。 奥田は、形成会新会長に一枚の文書を羽田に示した。誰を推薦するとは書いてなかったが、羽田を想定していることは明白であった。この会合から小沢支持グループの羽田会長構想がスタートした。この構想においては、反小沢グループは小渕を担ぎ出す方針を決めた。衆議院は、数がきっ抗していたものの、実権を取り戻したいだけしたが参議院は、 半小沢でまとまる、よう青木美京に指示。加えて、宮沢喜一首相が、現職の上昇である羽田の派閥活動を行き過ぎがあるとして、警告を発した。同年10月21日、議員運営委員会で、金丸の議員辞職願いが受理される。同日朝、国会地区のキャピトル東急ホテル前で、羽田擁立集会が始まった。 そして午前10時、最高幹部会が開かれると、沈黙を守っていた金丸から小沢に、すぐに事務所に来いと電話が入る。小沢が赴むくと、金丸はいつまで子供みたいな喧嘩をしてるんだと叱責した。金丸の隣には竹下がいた。ここはお渕で行くしかないだろう。敵が少ないのが、この際一番だと竹下は言った。 参院形成会を動かしたのは、竹下さんですね。納得できません。卑劣じゃないですか。だから君は若いんだ。参院の小渕待望論が亀裂の溝を埋めるんだ。あなたの認識は、ずっとおかしい竹下の説得は、平行線をたどり、小沢は聞く耳を持たなかった。午後に再開された最高幹部会も、こ着状態が続いた。 午前0時を回った時、座長閣の原田健が突然席を立ち、記者会見で、新会長には、小渕くんが適任だと考えると述べた。同年10月28日午前11時から始まる臨時総会で、半ば強引に、竹下子街の小渕の会長を就任が決まった。それから5時間後、羽田は、政策集団、改革フォーラム21を結成すると発表した。 同年12月18日、小沢支持グループは、改革フォーラム21を派閥に衣替えし、44人から、なるグループ、羽田派を正式に結成。これにより竹下派は、党内第4派閥の小渕派と、第5派閥の羽田派に分裂した。小渕恵造1993年6月、羽田、小沢派は離党して、新政党を結成。 細川森弘を首相とする非自民政権を樹立した。細川、羽田内閣と非自民政権が短期間で崩壊。村山内閣が成立し自民党が与党に復帰すると、オブチ派も次第に勢力を回復した。1995年の総裁選で、竹下は派閥幹部の橋本龍太郎の擁立を決定。総裁就任後、1996年1月の 村山内閣大臣を受け、公認の総理大臣に就任した。その間、党内の派閥解消運動や、小派閥転落で、事務所維持費が厳しくなったため、田中派時代より入居していた、砂防会館から、形成会の看板を下ろし、平成政治研究会に解消した。その後、平成研究会に解消。派閥出身の橋本龍太郎が、首相時代に、 普天間基地移設問題に尽力したこともあり、防衛問題や沖縄問題に強い派閥として知られている。1998年7月の参議院議員選挙で敗北すると、竹下は即座に総理総裁職を橋本から、派閥会長である小渕へ交代する、要指示。後継の会長には、渡抜き多助が就任した。この決定を不服として、 梶山勢六は派閥を退会して、独自に総裁選に出馬。竹下は、小泉純一郎を出馬させて、三つどもえの形を取り、それまで、一致結束、箱弁当と呼ばれたオブ派が初めてほころびを見せた。この頃から、派閥のアキレス腱としてオブ派の後継者が不在である、ことがささやかれ始める。将来をつなぐはずだった若手のほとんどが、小沢、羽田らと共に、 自民党を離党したためである。橋本龍太郎2000年に、小渕、竹下が、相次いで死去。7月に、綿抜が衆議院議長に就任し、派閥を離脱したため、橋本が、公認の会長に就任した。しかし、実質的に派閥の実権を握っていたのは、野中博文と、青木幹夫であった。橋本は、2001年4月、森総裁の公認を選ぶ。 総裁選に出馬したが、小泉純一郎に大敗した。田中派以来、一致結束、箱弁当と呼ばれる鉄の団結を誇ったが、小泉政権成立以降、総裁候補が不在のままとなり、求心力が低下した。また、核幅戦争以来の怨念を抱く小泉首相からは、抵抗勢力と位置づけられて、目の敵にされ、 小泉政権では2003年9月まで橋本派は党執行部から外された。橋本派が党執行部ポストに就任できなかったことは過去を遡ると田中派時代の三木政権以来25年ぶりのことであり、橋本派の影響力低下を物語った。2003年の総裁選において、 ハンコイズミの急先法であった野中が独自候補の擁立を主張したものの、青木幹夫や村岡健造が、コイズミ指示を表明したために、野中は完全に孤立。総裁選のさなかに、野中はこれを理由に、議員引退を表明する事態となった。派内からは、笹川隆史、熊城明彦など、複数の会員が公然と出馬意欲を示すなど、大きく混乱したが、 最終的に、藤井隆夫を擁立。派内の支持をまともに得られない中で、藤井は落選し、小泉が再選された。その後の小泉政権下の党役員人事では2003年9月から2004年9月まで、ぬかが福士郎が、政調会長に、2004年9月から2006年9月まで、久間昭夫が、総務会長に起用され、久々に、党三役ポストを得た。 2004年に、日西連闇献金事件が浮上し、野中博文や青木美紀夫が立ち会う形で、橋本隆太郎が1億円の小切手を受け取り、政治収支報告書に闇献金として処理していた疑惑が浮上。2004年7月30日、橋本は責任を取る形で会長を辞任。派からも離脱し、2005年の衆院解散で政界を引退した。その後、 渡た民助元衆議院議長、ついで、堀光介元自治大臣権国家、公安委員会委員長の会長就任の声が上がるも、両者ともに固辞した。さらに、優勢国会での優勢法案の対応をめぐり2005年の第44回衆議院議員総選挙で、渡た堀ら法案反対組が非公認となり、党内第一派閥の座を、森派に明け渡した。 津島雄二会長不在の状態が続いたが、第3次、小泉改造内閣が成立した4日後の2005年11月4日、会長に津島雄二が就任。2003年9月の総裁選以来、派内で続いている衆院と参院のわだかまりの解消が大きな課題であった。また、衆議院幹部の多くが、1993年、 以降の政界再編の中で離島後に復党した、出戻り屋、戸様銀、笹川隆石橋茂、船田元などとなり、生え抜きはぬかがなどの少数派となった。会長の津島も元は、旧宮沢派出身の出戻り組であった。ももと形成会分裂とその後の、嘘つき解散において、船田元、 鳩山国夫などの将来を担うと目された議員が、離島内市派閥離脱し、ニックの一人と言われた中村四郎が、ゼネコンを食事券で失脚するなど、人材が不足する中で、藤井隆夫、鈴木宗をぬかが福士郎が、ご三夜とみなされるようになった。しかし、鈴木が2002年に、不祥事で失脚し、離島と橋本張立つを余儀なくされたほか、 藤井も2005年の優勢政局で立党落選した。このため最後まで残った、ぬかが福士郎を総理総裁候補として育てていく方向であるという見方が強くなったが、久間明夫や青木紀夫が総裁選の度にぬかが擁立に賛同しないなど、自他共に認める総理総裁候補とは言い難い状況であった。また、鳩山国夫は派閥復帰後も、 麻生太郎の名優として活動し、派としての行動の統一が取れなかった。さらに、優勢造版組で復党した議員の多くが他派閥に、移籍するか無派閥となっており、世話する幹部が不在となった。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、片山虎之助参議院幹事長をはじめ、竹見慶造厚生労働副大臣。 青木幹雄参議院議員会長の地元、島根県選出の影山俊太郎など、議員立候補者が次々に落選し、参議院においても町村派に次ぐ、第二派閥に交代した。2008年の福田康夫総裁の辞表明を受けた、総裁選で、麻生太郎や与謝野香織に支持表明する、派閥幹部が出る中、 若手や中堅を中心に、石破茂を擁立し、石破が、総裁選に立候補したが5位で敗れた。総裁選後、鳩山国夫を中心にした、戸井田徹、吉川秋森、真渡隆治、田村の久、河合克行の通称、鳩山5人組も、分派行動を取り始めた。鳩山が、総務大臣を更迭された際には、 集団離脱が懸念された。2009年7月19日、会長の津島雄二が第45回衆議院議員総選挙の直前になって、不出馬、政界引退を表明した。同選挙で、自民党は決闘以来初となる衆議院、第1党の座を明け渡す、大敗北を喫し、平成権も改選前の45議席から1。 3以下となる14議席へ勢力を激減させた。ぬかが福士郎2009年9月8日、津島祐二の引退と総選挙大敗の結果を受けて、臨時総会が行われ、会長代理のぬかが福士郎が会長に就任した。ぬかがの会長就任後、政界再編や、新党結成などを主張していた、鳩山国夫が離党し、 派閥解消を唱える石橋茂が2011年に政調会長を離任後に派閥へ復帰せず離脱するなど所属議員の数が減少を続け党内第3派閥に交代2012年の総裁選にも派閥内で候補擁立することができなかったものの第46回衆議院議員総選挙で自民党大賞の影響から49議席まで勢力を広げ党内 第2派閥に復活。しかし2015年の総裁選でも独自候補を擁立できず、さらには2017年に麻生太郎率いる志公会が発足したため再び党内第3派閥に、安倍内閣の主流派であるにもかかわらず、ぬかがの求心力に大きな疑問符がついていた。竹下渡るぬかがの就任以降、指導力に、 派内で長らく不満がくすぶり続けたが、2018年1月に参院幹事長で参院、平成県会長の吉田博美を中心に、派内の参院議員が、集団離脱を盾に、ぬかがの退任を要求。ぬかがは3月に退任を表明し、後任に創設者の竹下の異母帝である、竹下渡を指名した。同年4月に、竹下が、会長に就任。 これにより、26年ぶりに、竹下派が復活。会長代行には、茂木ギとシミと吉田を据えた。2018年の総裁選では、竹下は、派として一致した対応を模索したが、派内の衆院議員の多数は、現総裁の安倍晋三を推す一方、参院側では、青木美紀夫の影響などから対抗馬の石場茂る支持となり、衆参で分裂。 事実上の自主投票を選択せざるを得なくなり、かつてのような鉄の結束とはほど遠い姿を、またしても露呈することになった。2019年1月9日、竹下が記者会見にし、食道岩であることを公表し、会長にはとどまるものの、派閥の運営は当面は最高顧問のぬかが、会長代行の茂木ギ、吉田らに委ねることになった。このうち、 吉田は病により2019年7月21日投開票の第25回参議院議員通常選挙に立候補せず同年10月に死去した。その後、竹下は体調が整わないことから第49回衆議院議員総選挙には立候補せずに政界からの引退を表明し2021年9月に現職のまま死去した。これ以降一部メディアでは 旧竹下派の故障が用いられるようになった。竹下の死と同日に告示された2021年の総裁選では会長代行の刺激がグループとしては大半が岸田氏支持でまとまった。方向性が明確になったと話した候補の支持を認めつつも派閥として事実上岸田文夫を支持する形となった。竹下自身は生前に 岸田を支持することを表明していた。同年10月4日に発足した岸田内閣では竹下派から党内最多の4人が入閣した。同年10月6日石破派を退会していた古川貞次が入会し、前日に入会していた小松博氏も加え志向会と並んで党内第二派閥となった。同年10月31日の 第49回衆議院議員総選挙では自民党が絶対安定多数を確保したものの幹事長の甘り明が小選挙区で落選し比例代表で復活当選したことを理由に辞任。後任に茂木が就任した。同派からの幹事長就任は野中広夢以来21年ぶりのこととなった。茂木と参院竹下派から船田元元。 経済企画庁長,長官を次期会長に推す声もあったが、同年11月11日の派閥会合にて、会長代行のモテギとミツが、次期会長に就任することが決まった。同月25日の総会にて、主劇が、会長に就任し、正式にモテギ派へと衣替えした。ふとじは、首相経験者平成研究会とは別に参議院、平成研究会として、 参院の派閥議員に加え、三原淳子ら無派閥議員10人が参加している。ありがとうございます。